はい、今日は、じゃじゃん、しらたきです。はい、夜食にもぴったり、しらたき使って、しらたきの油そば作っていきたいと思います。調味料は、ごま油、醤油、オイスター、生姜にニンニク、鶏ガラ、砂糖で、ごまはね、2種類、すりごま、いりごま、そして刻み海苔。で、かつお節に小ネギ、ブラックペッパー、以上、これで、白滝の油そば作っていきます。まずは、白滝を、湯通しします。はい、それでは白滝を水で洗って、一緒に、カットもしちゃいます。で、ある程度カットして、無水で、じゃあ、水を切ってください。それでは、フライパンにお湯沸かしてください。沸騰したら、はい、水切った白滝を入れて茹でます。はい、白滝を茹でている間にタレ作っちゃいます。はい、大さじ1のごま油です。続いて醤油は小さじで2杯です。続いてオイスターソース小さじ1です。鶏ガラ元が小さじ1です。砂糖も小さじ1です。はい、続いてすりごまも小さじ1です。ニンニクを小さじ半分です。生姜も小さじ半分です。はい、そしてブラックペッパーをお好みでかけてください。これを混ぜます。これでメインのタレが完成。はい、沸騰した白滝を水切りします。湯切りした白滝を一回フライパンで焼いちゃいます。そして水を飛ばして、飛ばすことによってね、汁を吸うようになりますからね。これで水気を飛ばしてください。はい、水気が飛んだので、タレの中に投入です。見えなくなっちゃった。はい、そうしたら、しっかり混ぜて、あえてください。これでね、味が結構吸い込みますからね。で、全体的に絡まったところに、はい、かつお節です。かつお粉ですね。これを2、3グラム入れてください。はい、そうしたらね、軽く混ぜてください。次にね、生卵。こちら、卵黄を取り出します。そうしたら卵黄だけ、乗せます。はい、周りには小ネギを散らして、さらに、いりごまも散らしてください。最後に周りに刻み海苔です。これで完成です。夜食でも食べれる白滝油そば完成です。はい、最後にですね、ラー油です。ラー油をかけたら召し上がれ。どうぞいただいてみてください。ま、はい、どうぞ。いただきまーす。では、割ってください。はい。では、これをちょっとつけて、ね、ちょっとつけと、ちょっと長いのは長いでね、気をつけて、いただいてみてください。おぉ、すげえ。私も欲しいです。うん、もう。ん？また。いただきます。また。うん。和風で。ちょっと辛みもあって。卵が合う。うん、卵が。うま、海苔いいね。海苔もいい？うん。ああ。美味しいです。これが夜食にも食べられる白滝油そば。